はい、こんにちは。はい、こんにちは。じいちゃんはんです。かっちゃんです。むいです。今日は、はい、場所の紹介からいきましょうか。はい。あなた名前知らないよね、今なんか言おうとしたけど。ここ来たのが、ただ森塚という場所ですね。ただ森塚この、なんていうの、まあ、とりあえず心霊の方の記事一応あったので見ましょうか、そちらを先に。ただ森塚、うん、平家の怨念が集う心霊スポット。ただ森塚に埋葬されているその平忠盛という人物は日本の歴史の中で超有名な人物の平清盛の父親、うん、おで一番成功させたやつか。そうですね、あの貴族じゃなかったでだったんだけど、うん、そこから貴族入りするまで頑張ったのがこの人。この人だな、この人だな、うん、それは霊感か何かで見えてらっしゃるんですか。あの記事見た時にこの人心霊スポットの要因になり得る理由にならんくないかって思ったんですよ。ここ心霊スポットじゃねえぞあのん大政大臣っていうところまで清盛は行ったんだけど、それの許可だから超有能だよ。外行ってますか。これ違うだろ、ないだろ、こんなの。あれ、ナビ見るとここだよって書いてあったけど、違うの？これじゃねえのか。これですね、ここに埋葬されていると。だって、ここばっかりだと、全然なんもないからさ。いや、正直さ、どこって言ったら、こっち感じるで、こっちって言っとくだけやで、俺。なんか文句ある？いや、あなたじゃなくて心霊サイトにもさ、一応なんかその平家ってそもそも最終的には負けてるので、その4、5、6代目が主にやらかしたせいで、うん、やらかしたな、かなり。なので、あのそれの怨念って言うけど、あの2代目の時点で怨念かぶってわざわざここに来るやついねえんだよなって思うんですよ。いや違う。うん、要はさ、怨念、平の怨念は、うん、もう憎しみ、悲しみって前も言ったように、はい、黒い魔陶器が出るような憎しみと怨念、うん、要するに、うん、三代目、夢に出てきた三人目、多分三代目って清盛の代から数えてなんだと思うんですよね。世間的に有名な清盛の代から数えて三代目だとしたら、うん、ああ、うん、お前の言ってること当たっとるってなるんですよ。その幽霊の言ってることが。本当に？あの清盛の代で私は生きてて正解だったんだろうかなんて言えるような人生君送ってないよねって思うんですよ。うん、あの4、5、6に関しては お前らは言って言える人生歩んでんなって思うから。うん、だからもう聞かされることが、うん、いわば そいつが言うには、まあ、なんていうの、聞か二言目、三言目聞かされることに対して、人の恨み、人を信じるなとか。あのね、これね、本当にね、みんな一回ね、その平家の、清盛の息子あたり、要は没落していくところあたりから調べてから聞いたら面白いで。清盛か、これ清盛か。清盛自体もお父さん自体も信用できないっていう。言いたいことは分かる。それなんです。そっからがその男に対しての人生が変わるっていう。清盛おじいちゃんだけど、でもまあ、信用しなくなるだろうなっていうエピソードは1個ありますね。喋っていい？夜まで待つ。夜まで待とう。ちょっと塚だけしっかり見とこう。見るだけ見とこう。でもここに関しては待って。塚って書いてあるよ。真面目になんか成功者が埋葬されたぐらいにしか思わないんだよね。成功者ですね、ここ。家康とかあの辺が近いと思う。家康とか徳川、徳川家康とか、むしろ豊臣秀吉が一番近い。平民から貴族になり上がってるんだったら。いや、
違う。あのね、はい、あの人は努力家じゃないもん。家康の話でしょ。あ、家康か。ああ。努力家じゃないもん。ああ、ああ、確かに。努力してやったわけじゃないもん。ごますって生きてきてる人間だから。うんうん、こっちは違うもん。うん、こっちは真面目に周りに何言われようとちゃんと頑張るっていう堅実にやってきた人だと思う。そうそう、本当にあの、何、小泉純一郎みたいに。うん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 、実直になんか。有言実行者。うんうんうん。恨まれても、その当時は市民というものを下僕だと思ってない人。まあもともとそっちの出ですからね。うん、うん、だから痛みを分け合えられる人なんだけど、うんうんうん、うん、妬まれとるね、お金持ちになったっていうか。ああ、そういう、今も昔も変わらんな、金持ちを妬む習性は。変わらんな。でも、うん、努力が欲しい、パワーが欲しいって言ったら、ここに来るのが一番いいんじゃない。ああ、確かに、うん、平民から貴族になり上がる程度の、なんていうの、こことね、あっちのお墓とは全く違うもん。すごいぞ、ここ。あなたもさ、その起業するあの起業する大変さ、あなたも知ってるじゃない、うん、それと、うん、その起業して成功者から得たお金で調子に乗ってるだけの連中なんですよ、あっちの墓。違うに決まってる。違う、うん、1円を10億に変えたって感覚。うん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 、だけど自分を見失ってないから俺よりすげえな。あー、確かに、その、うん、あのウィキみたいなのを読んだ時に、うん、その金持ちになって普段なら調子に乗るじゃないですか、うん、一切調子に乗らず、その貴族のコースに乗ったら乗ったで、うん、貴族がたしなむようなそういう歌だったり舞だったりもしっかりと覚えてたみたいな、うん、なんかしっかりとなんか盤石できてる人だったから。だけど悲しいことに年老いてからだね。何がダメになったのか。ダメになったのか。中森さん。名前くらい覚えてあげて、すごい人なら。中森さん。ああ、全然違うわ。パワーがもらえる。すげえ、全然違うわ。うん、あの、うん、記事読んだ時にこれ家康とか秀吉よりもある意味人徳者なんじゃって思った。人格者っていうか、多分そうやな。徳川家康とかさ、うん、ね、あのあそこの戦争、戦い関ヶ原、うんうん、のあたりで将軍やったらすげえかもしれんぞ。ああ、有能だと思う。有能だと思う。すごい有能、頭のいい、うん、うん、ただ人間は人間をダメにするっていうのはここだよな。でもこうやって投資してるけどさ、はい、家族にも厳しいよな、すげえ。あ、うん、厳しすぎてダメになしたってやつだな。でもそれだったら確かに清盛があれだけ立派なことできるの分かるな。勉学にも、勉学のパワーももらいに来てもここだったらもらえるやない。あ、なんていうか、マジ見た目殺風景な感じですけど、そんなすごい出世したい、何か会社を事業で成功したいとか何かをしたいと思ったらここに来て、あのパワーをもらってください。俺もあのお手本を見せてほしい。どんな感じにすればいいのか。例えば今からお道を起業しますっていう方はどこに近寄って、どこに。ああ、はい、ちゃんと一礼しましょう。なんか階段みたいな登れるところないですね、ここ。心霊スポットではないと。全然パワースポット、いいスポットだな、ここだな。頭が多分こう向こうに向いてるはずやで。これどっから入っても大丈夫。でも中には入らないでください。ここで十分です。もらえるとしたら。ここからそのお祈りというかなんかするような。うん、自分が思ったことを頭に浮かべて、じゃあ、いけば必ずと報われるんじゃないかな、パワーが。うん、なんか、
ここのこと知らされて、いざじゃあどんな人だったんだって調べたときに、うん、この人けなすとかないなっていうぐらいなんか人生成功組だから、すげえいい、全然違うぞあそこと本当に同じ墓なのっていう、ああ、なんなら同じ一族なのって思うけどね。ここまでは全然なんだ。まあその没落ってわざわざ言うほど立派な名器を作った人ですからね。すげえな。ですげえなって言って俺よう分かってないんだけど今だでもね、そういうなんか記事読んだらね、あこの人やべえぐらい成功してる、すげえ人だって誰でも思うと思う。成功というよりも、うん、成功しようという努力がすげえな。おお、うん、間が映る。ちょっとこっちにお願いします。努力を何、成功するための努力を惜しまない。あーあーああ、はいはいはい。俺みたい。なんでフォローすればいいんですそれは。いやすごいぞ。すごい。苦労家なんだ。あの説明を説明を、何が見えたんですか。え、そこまで上り詰めるとまでの努力、うん、うん、すごい。まあでも実際なんて言ったらいいのかな、こういう努力、涙ぐましい、うんうんうん、家族もほぼ犠牲にしてるような、うーん、家族をすごい犠牲にしてる、だから親父憎いんだろうなあー、それもありそうだね。確かに家族受けは良くないだろうなって思う。この当時から勉強のできないものは上に出世はできないっていうのを教え込んだ。すげえ、むしろあれやな、本当のパワースポットやね。おこんなちょっと隣車道のあれですけど、そう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 、古墳だと思うよね。そうね、その誰かが埋葬されてるみたいなエピソードがある場所には思わないよね、うん、あ公園かなぐらいな。本当に埋葬されてるのかな掘り起こしは罰が当たりますよさすがに。そう、掘り起こさんでも。掘り起こされるとか、もう掘り起こされたら事件になるんじゃない。いや空洞かなと思って、空洞じゃないです、もう埋まっとる。ああ潰れちゃったのかな、重さで。まあ当時のあれだからな、だって1000年以上前だからね、え人物としては。まあそうだな、砂になっててもおかしくないよなとっくに散り溶かしている。ここは本当皆さん、本当勉学だろうが仕事だろうが、本当にこれから事業を開けようなんて言った時に来る価値がある。そこら辺の神社行くよりかここへ来て、うん、その夢を心の中で言って努力すれば報われるんじゃないですか。